ラフ新報はアメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス市に本拠を置く日本語新聞。日系人の強制収容を伝える号外1903年にカリフォルニア州ロサンゼルスで南カリフォルニア大学の3人の日本人学生により創刊された。当初は情報誌レベルの内容であったが、その後本格的な新聞となった。また、創刊当初は日本語版のみであったが、 1926年には、英語版の発行も開始した。第二次世界大戦下の1941年12月に日米間で開戦したことを受け、日系人の強制収容が行われたことから1942年以降数年間強制的に休館させられたものの、1945年8月の終戦後の1946年に復刊した。 その後アメリカにおける代表的な日本語新聞の一つとして発行を続け2003年には創刊100周年を迎えた。現在は火曜日、水曜日、木曜日、土曜日に4万5000部発行されている。休刊日はあるもののアメリカ国内で最も多く購読されている法事新聞でありアメリカ西海岸の日系アメリカ人及び日本人コミュニティにおける 影響力が大きい。また、ウェブサイトでも記事を閲覧することが可能である。本社は、ロサンゼルス中心部のリトル東京にある。2016年4月、3年で75万ドルの赤字を出しており、2016年の赤字額が35万ドルに上る見通しであり、12月にも廃刊する可能性があるとする社国を掲載した。しかしその後、経費削減を進め、 2021年現在も経営を続けている。ラフ新報の名前は、ロサンゼルスを表す、ラフ新聞を表す、新報を合わせて命名された。ありがとうございます。